ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢は硫黄島を知っているか？あの戦争で有名な島じゃないの？そう思うよな。でも、その硫黄島とは違う、薩摩硫黄島と呼ばれている島もあるんだ。こっちは人が住んでいる有人島なんだぜ。そうなのね。その薩摩硫黄島が4年ぶりに噴火したんだ。そしてこの噴火の原因は富士山の地震じゃないかと言われているんだぜ。富士山と離れた薩摩硫黄島で噴火。地震と噴火の関係性が気になってくるわね。そうだな。この噴火で1000メートルの噴煙も上がっているんだ。結構被害も大きそうね。詳しく聞きたいわ。今回は、薩摩硫黄島についてや、富士山の噴火の歴史や、地震と噴火の可能性についてわかりやすく紹介していくぜ。よろしくお願いします。それでは、ゆっくりしていってね。まずは硫黄島について説明していくぜ。よろしくお願いします。今回紹介するのはあの硫黄島とは違うんだぜ。今回紹介する硫黄島は、薩南諸島北部に位置する島だ。2020年5月1日時点で、人口は125人、世帯数は62世帯だ。人が住んでいるのね。そうなんだぜ。薩摩硫黄島とも呼ばれるんだ。行政区画は鹿児島県鹿児島郡三島村に属し、硫黄島及び昭和硫黄島の区域をもって、三島村の大字、硫黄島を構成するんだ。てっきりすり鉢山の硫黄島かと思ってたから、人が住んでいるのはびっくりしたわ。そうだな。この島は火山島であり火山噴火予知連絡会によって、火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されているんだ。活発に火山活動があるのね。ああ、薩摩硫黄島は、機械カルデラの北縁に形成された火山島であり、ランク A の活火山に指定されているんだ。ランク A？ そうなんだぜ。四方の硫黄岳、硫黄術は標高 703.7 メートルで常時噴煙を上げており、亜硫酸ガスによってしばしば農作物に被害が発生する。また、坑内は海底から鉄分を多量に含んだ温泉が流出し、海水との反応で赤茶色に変色している。硫黄のために島の周辺海域が黄色に変色していることから、硫黄が島と呼ばれ、これが機械が島に書き換えられたとの説があるんだ。そりゃ海が黄色になってたら鬼がいるのかと思うぐらい怖いかもしれないわね。ああ、それだけじゃなくて、平安時代末期の1177年、治承元年の獅子形見の陰謀により、瞬間、平の安より、藤原の成常が流罪にされた島でもあるんだ。古代日本人は屋久島と口の島の間に国境の意識を持っていたとも言われ、機械島は、果てしなく遠い絶海の孤島を表現する一般的透明とする見方もある。そういう理由だったのね。そうなんだぜ。また、吾妻鏡昭化2年、1258年9月2日上にも、二人の武士が硫黄島に流刑にされた記述があり、そのうちの一人は祖父も自称の頃、12世紀末に、硫黄島に流刑にされたと記録されていることから、平安時代末期からこの島が流刑地であったことがわかるんだぜ。そうだったのね。ちなみになんでここが流刑地になったのかしら？そもそも流刑とは刑罰の一つで、罪人を辺境や島に送り、その地への居住を強制する追放刑の一種なんだ。日本においては律令制の語刑の一つ流罪が知られ、流刑と同義語で用いられることもある。ということは、罪を犯した人たちへの罰で島流しってことね。でも、牢屋に入れられた方が自由もなくなって嫌だと思うのになぜ島流し？まだ恩赦の気持ちがあったのかしら？歴史的には、本土での投獄より、遠いところに取り残された方が、自分一人の力だけで生きていかなければならなくなり、苦痛がより重い刑罰とされていたんだ。他、文化人や戦争、清掃に敗れた貴人に対して、死刑にすると反発が大きいと予想されたり、除名を嘆願されたりした場合に用いられた。殺しはしないからまだ反発も少なく罰せられるってことね。ああ、廃炉の途中や目的地で一人生涯を終えた流刑者は多いが、子孫を残したり、赦免されたりした例もある。脱走を企てた流刑者や、源頼朝、後醍醐天皇、ナポレオン・ボナパルトのように流刑地から再起を遂げた政治家、武人もいた。生きることへの執着が素晴らしいわね。日本では離島、僻地への文化伝播に大きな役割を果たしたほか、海外ではシベリアやオーストラリアといった植民地に、労働力を送り込む強制移民としても機能した。土地の開拓までさせてしまおうっていうことね。その通りだぜ。さっき出てきた硫黄島に島流しにされた人は、どんな罪を犯したのかしら？代表的なのは、瞬間だな。もう少し詳しく説明していくぜ。お願いします。
瞬間僧図は、平安時代後期を生きた僧侶だ。平安時代後期の真言宗の僧だった。村上源氏の出身で、父は木寺、仁和寺院家の法院官が、母は最小の局ね、源国房の娘で八条院将士内親王の乳母だ。姉妹に大納言の局ね、八条院女房で平の頼盛の妻がいた。瞬間は、後白河法皇の側近で法相寺執行の地位にあったんだ。安元三年、1177年、藤原の成親、西高良の兵士打倒の陰謀に加わって、鹿ヶ谷の瞬間の山荘で貢ぎが行われた。だが、密告により平の清盛にバレて、瞬間は藤原の成常、平の康頼と共に島流しにされたんだ。そういうことだったのね。源平盛衰記によると、藤原成親は松の前、鶴の前という二人の天井わらわを使って、瞬間を獅子ヶ谷の陰謀に加担させたということになっている。女性を使って、松の前は美人だが、愛情の足りない女で、鶴の前は不美人だが愛情に溢れた女だったそうだ。麻薬の二人ね。成親がこの二人に瞬間の酒の相手をさせたところ、鶴の前に心を寄せて女児を産ませた。顔じゃなくて性格に惚れたのね。すっかり鶴の前に心を奪われた瞬間は、謀反に加担することを同意したのだ、という。なんとも言えない不憫だわ瞬間。平家物語によると、機械が島に流された後の瞬間ら三人は望郷の日々を過ごし、成常と康頼は千本の外葉を作り海に流すことを発信するが、瞬間はこれに加わらなかった。やがて、一本の外葉が秋国厳島に流れ着いた。これに心を打たれた平の清盛は、高倉天皇の中宮となっている娘の徳氏の安産祈願の恩赦を行った。翌治承2年、1178年に船が機械が島にやってくるが、成常と康頼のみが許されており、瞬間は防御の張本人という理由から、許されず島に一人取り残されたんだ。一緒に作っておけば、もしかしたらそんなことにはならなかったかも。もしかしたらだけどな。瞬間は絶望して悲嘆に暮れた。そりゃあそうよね。翌治承3年、1179年、瞬間の児童だった有王が機械が島を訪れ、変わり果てた姿の瞬間と再会した。見たくないわね、そんな落ちぶれた姿。ああ、そして有王から娘の手紙を受け取った瞬間は死を決意して、職を立ち自害したんだ。自害を決意するって、どんな内容だったのかしら？有王が島に来て、瞬間は早速気になっていた家族について聞いたんだ。瞬間が流罪になった時に家や家財をすべて没収されていたから。そこで、母と二人の娘は奈良に隠れるように住んでいることを知る。さらに、母と末娘はすでに病気で亡くなっている事実を知りショックを受けたんだ。今まで知ることができなかったことにショックね。ああ、もうこれ以上生きていてもしょうがないと考え、断食をして自ら命を絶ったんだ。そういうことね。ああ、恥を忍んで今まで生きてきたのも妻子ともう一度会いたいと思ったからだ。娘のことは確かに気がかりだが、むやみに生きながらえて、娘にいつまでも辛い思いをさせるのは情け知らずというものだ。と瞬間は有王に話し、死を選んだということだぜ。生きがいがなくなったら、生きる気力なんて湧かないものね。そうだな。その日から瞬間は食べ物を一切口にすることなく、ただただ念仏を唱えながら悲劇の一生を終えた。その年齢は37歳と言われているぜ。だいぶ若いわね。結局は帰郷できずにこの世を去ることに、すごく切ない最後。有王は機械が島より瞬間の骸骨を京へ持ち帰ったんだ。最後はちゃんと引き取ってくれる人がいてよかったわね。そうだな。島には、瞬間の死を悲しんだ島民より瞬間の銅像と瞬間銅が建てられているぜ。島民からは愛されていたのかしら。像まで建ててくれるってことは、そうだったんじゃないか。それは何よりも救いだったでしょうね。そうだな。他にも、島民により瞬間の居住跡に五鬼神社、瞬間銅が建てられている。島に遊びに行った際は、瞬間に思いを馳せてみるのもいいかもしれないわね。現在、薩摩硫黄島に人が住んでいるってことは、島の出入りの手段があるのよね。交通の便はどうなっているのかしら。鹿児島港南埠頭から定期船フェリー三島が、2日ないし3日おきに就航している。鹿児島港までの所要時間は4時間だ。ひえー、やっぱり本島まで簡単には行けないわね。そうだな。しかも鹿児島港と三島村の竹島、硫黄島、黒島を結ぶ航路、三島航路は、村民の足を確保し、その生活を維持するため、三島村が自ら船舶を建造し、船舶交通事業を経営しているんだ。離島で生きていくって、大変よね。
都心がいかに恵まれているかがわかるわ。その通りだぜ。島内にはタクシーやバスはない。島民たちは自分の車なのかしら。基本的にはそうだな。観光客向けには、三島村観光案内所ではレンタサイクルを行っているぜ。あとは徒歩か、宿泊先で車を借りられるか交渉するか。フェリー運搬料が発生するが、マイカーやレンタカーを持ち込んだりだな。それだと観光に行った時でも安心だぜ。どちらにせよ島内の公共交通機関はないから、自分でなんとかしないとなのね。そういうことだぜ。他にも、村営の薩摩硫黄島飛行場があり、新日本航空が鹿児島空港からセスナ機による週に往復の定期便を運航していた。船よりも早いのかしら？ああ、所要時間は60分前後だ。だが予約制で、乗客定員は一気につき3名となっている。船よりも絶対こっちがいいわ。ただ、2023年6月以降、飛行場滑走路不具合のため休航しているから、行くのであれば最新情報をチェックしていくのが必須だぜ。事前情報の下調べは入念にしないとね。ああ、次は、そんな薩摩硫黄島の噴火の原因か？と言われている、富士山の地震について説明していくぜ。よろしくお願いします。富士山って噴火したら相当の被害になってしまうんじゃないのかしら？その通りだぜ。富士山の噴火の歴史を説明していくぜ。最終氷期が終了した約1万1000年前、古富士の山頂の西側で噴火が始まり、溶岩を大量に噴出した。この溶岩によって、現在の富士山の山体である新富士が形成された。その後、古富士の山頂が新富士の山頂の東側に、顔を出しているような状態となっていたと見られるが、約2500から2800年前、風化が進んだ古富士の山頂部が大規模な山体崩壊を起こして、崩壊したんだ。富士山ってすごく昔からあったのね。そうなんだぜ。新富士の山頂から溶岩が噴き出していたのは、約1万1000年前から約8000年前の3000年間と、約4500年前から約3200年前の1300年間と考えられている。山頂部からの最後の爆発的噴火は2300年前で、これ以降は山頂部からの噴火はないが、長尾山や宝永山などの側火山からの噴火が散発的に発生している。延暦19年から延暦21年、800年から802年に延暦噴火。上岩6年、864年に青木が原溶岩を吹き出した上岩大噴火が起きた。最後に富士山が噴火したのは宝永4年、1707年の宝永大噴火で、噴煙は成層圏まで到達し、江戸では約4センチの火山灰が降り積もった。静岡あたりにある山の灰が江戸まで届いたの？かなり大きな噴火だったのね。ああ、また、宝永大噴火によって富士山の山体に宝永山が形成された。その後も火山性地震や噴気が観測されており、今後も噴火の可能性が残されている。噴火の年代が考証できる最も古い記録は、食日本儀に記述されている、天王元年、781年に富士山より降灰があった下りだ。平安時代初期に成立した竹取物語にも、富士山が作品成立の頃、活動期であったことを伺わせる記述がある。平安時代の歴史書日本三大実録には、上岩大噴火の状況が迫力ある文体で記載され、平安時代中期の更科日記には、富士山の噴気や火影現象を表した描写がある。富士山は日本の歴史と共にあるのね。そうだな。宝永大噴火についての記録は、新井白石による降りたく芝の木をはじめとした文書、絵図等により多数残されている。その後も、噴煙や鳴動の記録は多く残されているが、記述から見て短期間かつ小規模な活動で終わったものと推測されるんだぜ。宝永大噴火以来300年にわたって噴火を起こしていないこともあり、1990年代まで小学校などでは富士山は旧火山と教えられていた。1990年代ってここ30年くらい前の話ね。最近まで富士山は噴火しないと思われてたのね。ああ、しかし先ほど説明した通り、富士山には未だ活発な活動が観測されており、また気象庁が旧火山という区分を廃止したことも重なり、現在は活火山に区分されているんだ。いつでも噴火する可能性があるって認識に変わったのね。そうなんだぜ。2013年7月20日、産業技術総合研究所は、1999年から約15年分の投査データや地質調査データをまとめ、富士火山地質図第2版バージョン1として発表し、2016年には修正過失が終了した。同時に、溶岩が流れ出す規模の噴火は過去2000年間に少なくとも43回あったとしている。
43回ってかなり多いわね。だよな。富士山って日本人にとって短すぎる火山だけど、もし噴火してしまったら、どうするべきとか決まってるのかしら？富士山のみに限定するものではないが、日本の火山活動についての検討を実施する火山噴火予知連絡会は、状況に応じて見解を発表するが、噴火の日時を特定して発表することはないんだ。定例会は年3回実施されるが、噴火時には随時開催される。実際に、2000年10月に富士山の低周波地震が増加した際は、ワーキンググループが設置され、富士山に関する基礎データの収集、整理、監視体制の検討、火山情報発信の方法などが集中的に検討されたんだ。ちゃんとそういう研究をしている会があるのね。そうだ。他にも、内閣府はウェブサイト富士山の火山防災対策を開設して、富士山ハザードマップ検討委員会などの情報を提供している。国もちゃんと対策をしてもらおうと喚起してるのね。自分たちで意識して気をつけていかないとだからな。そうね。その富士山の東側で2024年9月1日、地震が発生したんだ。この地震によって、さっき説明した薩摩硫黄島で同日に噴火が発生したと言われているんだ。そこまで影響が及ぶのね。次は富士山の東で起きた地震と、薩摩硫黄島の噴火について説明していくぜ。お願いします。まずは地震と噴火のメカニズムについて説明するぜ。お願いします。地球の表面には厚さ数十から100キロの岩盤のようなプレートが約14から15枚あり、年に数センチという速さで移動している。二つのプレートの境目では、一方のプレートが、もう片方のプレートの下に沈み込んだりして摩擦が起こり、これらによって地震が起こるんだ。また、このようなプレート間の摩擦によって岩石が溶けてマグマとなり、火山から地表に吹き出す、いわゆる噴火が起きると言われている。まさに地球が生きてる。って感じよね。そうだな。実際に世界の震源分布とプレート図と世界の火山分布図は似た点が多く、地震や火山活動は、プレートの動きと非常に関連性があることがわかる。そうね。地震によって火山活動が誘発され、活発化されることはあると言われている。過去の事例として、1707年に起きた宝永地震の49日後に、富士山が噴火したことが挙げられる。また、世界でも、1991年に起きたフィリピンピナツボ火山の噴火の前年に、約100キロ離れたバギオ付近を震源とする、フィリピン地震、マグニチュード 7.8 が発生しており、この地震に誘発されたと考えられている。マグマが刺激されるのかしら？このように大地震が火山噴火を誘発するのは、大地震によって強く揺すられ、断層の応力解放に伴い火山帯が膨張、あるいは圧縮を受けることにより、地下のマグマや火道に変化が生じるためと考えられてきた。しかし、その主要因は明らかでなく、誘発メカニズムは長年議論の対象となってきたんだ。はっきりとは分かってないのね。ああ、今回の富士山の東で起きた地震を見ると、大陸プレートにフィリピン海プレートが沈み込むことで起きた地震とされていて、実際に起きた場所は、沈み込んだ部分の重なった部分だった。だが、富士山は大陸プレートの上に乗っていて、今回地震が起きた場所とは関係のない場所にあることから、今回起きた地震は富士山は、関係なかったということだ。関係なかったのね。ああ。でも、薩摩硫黄島は噴火してるのよね。そうなんだ。2024年9月1日午前、鹿児島県三島村の薩摩硫黄島で噴火が発生した。噴煙は火口から1000メートルの高さまで上がったんだ。この噴火の影響はあったのかしら？この噴火に伴う大きな噴石の飛散は観測されなかった。よかった。薩摩硫黄島で噴火が観測されたのは2020年10月6日以来、およそ4年ぶりだ。薩摩硫黄島の噴火警戒レベルは、火口周辺規制の2で、噴火の前後で火山の活動状況に変化が見られないことから、今のところ気象台では、レベルの引き上げについては考えていないということだ。そして今回の地震は、一つは地下水が噴き出した説、二つ目は溜まったガスが噴き出した説だ。あら、プレートは関係ない？ああ、同日だったから地震の影響で噴火が、と思われたんだが、今回はよくある噴火だったようだ。でも、4年ぶりなわけだし1000メートル噴出してるってことは結構大規模よね。そうだな。今後も注意が必要だぜ。わかったわ。今回の、薩摩硫黄島についてや、富士山の噴火の歴史、地震と噴火の可能性に関する説明を聞いてどう思った？
島に伝わる悲しい歴史も興味深かったし、実際に行けるってことで、ぜひ機会があったら行ってみたいと思ったわ。それに、日本人に一番身近な富士山の噴火の歴史も、日本人として知っておくべきだと思ったし、地震と噴火の可能性についてもよくわかったわ。そうだな。ということで、薩摩硫黄島についてや、富士山の噴火の歴史、地震と噴火の可能性についての解説は以上だぜ。ご視聴いただきありがとうございました。今後も様々な情報を発信していくから、ぜひ高評価、チャンネル登録をしてくれよな。こんな島について解説してほしいというコメントも待っているわよ。それではご視聴、ありがとうございました。